邪店手術のシェーマ。左の図は、クトガの血行動態で、左室から肺動脈が、右室から大動脈が起死している。体循環と肺循環は、シャントにより混合し、チアノーゼが生じている。右の図は、術後の血行動態で、冠動脈を肺動脈、すなわち、心大動脈に移植、さらに心大動脈基部は、 上行大動脈の遠移側に分合することにより、大動脈を再建している。心肺動脈は、心大動脈の前方で再建されている。小児心臓外科における大動脈スイッチ手術、または邪点手術とは、完全大血管転移症の解剖学的根治を目的とする会心術の一種である。カナダの心臓外科医である、ウィリアム・マスタードにより提唱され、 ブラジルのアジビジャテイニが初めて成功理に手術を終えたことから彼の名にちなんでジャテン手術とも呼ばれている。本術式は肺動脈狭窄のない都が相型及び通型に対して適応となる。以下に治療法の概略を述べる。都が相型に対する機能的根治術として1980年代以前はマスタード手術やセニング手術が行われていたが 術後遠隔期の合併症の問題により1980年代半ばより主流は解剖学的根治術である邪点手術へと移っていった。現在ではマスタード手術やセニング手術は邪点手術の適用にならない症例に限定されている。邪点手術を行うためには、差質が体循環を維持するための力を持っていることが必要であり、 新生時期の生理的肺高血圧が改善されてくる。生後2週間までが良い適応とされる。心内での血液の混合が良好で、チアノーゼも軽度であるが、肺血管病変の進行の懸念もあり、新生時期、乳児期早期の一語的根治術が一般的である。低出生体重児などでは、古足術として肺動脈公約術を先行させ、体重増加を待ってから、 根治術を行うこともある。胸骨成中切開後に胸腺を切除し、大血管を剥離。双血管は大動脈の腕頭動脈基部に挿入する。2kg 台の低体十字であっても、上下大脈脈脱血で交流量、中等度低体温の体外循環が可能である。完全体外循環開始後、動脈管を切断。続いて、大動脈遮断。 大動脈気分に心停止液を注入し、ST ジャンクションから5から6ミリメートルのところで、大動脈を切断する。肝動脈の採取は大動脈弁輪に近接して、大動脈壁を切り離し、できるだけ大きなボタンとして採取する。そしてそれぞれの肝無理動脈ボタンを肺動脈に移植する。冠動脈移植部位は、高連部との位置関係を考慮しながら冠動脈のねじれ、 過心点を来たさない最適な場所を選ぶことが重要である。そして口述する根本による肺動脈再建のため、心大動脈再建の前に、中心肺動脈を大動脈の前方に置いておく。最後に、遠位側上向大動脈を心大動脈基部に紛合し、大動脈の再建が完了する。自己心膜パッチで、冠動脈ボタン切除後のバルサルバドウの欠損を、 補填する。肺動脈の再建を大動脈の前方で行う方法をルコンポーと呼び、肺動脈による冠動脈の圧迫の回避、左肺動脈の過伸点の回避の面から有用であることが多い。両大血管がサイドバイサイドの関係にある症例では、ルコンポーが適用でない場合もある。トガの左質は圧負荷に弱く人工心肺離脱時の砂防圧。 平均動脈圧、収縮期動脈圧に注意を要する。さらに、術直後の動脈圧の上昇は、容易に、急性左心不全をきたすことがある。血管拡張薬を用い誤負荷を軽減するよう努めることが大切である。邪点手術後の死亡の最大の原因は、冠無理血流障害である。エールジャンドルによる1304例の邪点、手術症例の経験によると、 冠動脈イベントを7.2%に認め、その回避率は10年で91%、15年で88.2%であり、複雑な冠動脈の走行パターンが冠動脈イベントの危険因子であると報告されている。術後の冠動脈狭作や閉塞病変に対し、衝撃に内胸動脈を用いたバイパス術を行った報告もある。 術後遠隔期の再手術は、腐出流出路狭作が多く、サイドバイサイドの位置関係、大動脈縮策症の合併、肺動脈再建における人工物の使用が、その危険因子である。ただし、腐出流出路狭作に対する再手術は、肺動脈再建の工夫により、減少傾向にある。肺動脈狭作を伴っているトガスリー型には、邪点手術は適さない。 術式と手術時期は PS の程度で決まるが、チアノーゼが臨床的に優位であればまず BT シャントを行う。この時に心房間交通が十分でなければバルーン心房中核劣化術を行う。PS が適度で優位な心不全、チアノーゼを示さないものはそのまま年齢を待ち、後にラステリ手術、または物出流出路を自己組織を用いて再建する方法である。 レブ手術を行う。ありがとうございます。